G コミュニケーション焼肉堺ホールディングス紫東中野店原町店紫は焼肉堺ホールディングスがフランチャイズ展開する居酒屋ブランドの一つ。1973年東京都世田谷区共同の地に創業者である清宮勝一が出店。当時、ーハイは焼酎を炭酸で割っただけのものであったが、紫ではそれにシロップを加えたようなーハイの バリエーションを作った。1980年代にはシロップの中配が若者の間でブームとなり800店を超える全国居酒屋チェーンに成長する。1976年9月 FC1 号店を東京都大沢にオープンする。同年12月株式会社日本料院コンサルタンツを設立しフランチャイズ方式による多店舗展開を開始する。 県ごとに地区本部を設置して積極的な出店構成を行い、1982年と1983年の2年連続で年間100店舗を超える加盟店が FC に加入、1985年地区本部全国網を完成させ全国チェーンとなる。1990年4月、会社名を株式会社紫本社へ変更する。しかし、 FC 加盟店舗数の増加に、社内整備が追いつかず、バブル経済の崩壊と、相まって経営が破綻し、FC 加盟店舗数の減少がとどまらず、消費者金融のレイクの参加となる。その後、1994年に冷凍食品等で、有名な株式会社、カト吉の参加に入る。2009年8月、会社名を、フードインクルーブ株式会社へ変更する。紫は、 称号変更時点で、加キチの100%子会社であり、加キチ自身も2008年に日本タバコ産業に買収されているため、JT の孫会社となった。2010年5月20日、外食チェーンや学習塾などを運営する G コミュニケーションが、テーブルマークよりフードインクルーブの全株式を取得、同7月1日、G コミュニケーションの参加にあたる G テイストが、 フードインクルーブ株式会社を吸収した。店舗数220店舗。かつては壺八、養老の滝と並んで、居酒屋業界、五三屋と呼ばれた。現在の五三屋は、モンテローザ、ワタミ、コロワイドと言われている。ありがとうございます。